体重測ります。 81.9。 セブンイレブンの飲むヨーグルトダイエットでも始めるか。はい、まこです。今日から3日間セブンイレブンの飲むヨーグルト生活をやっていこうと思います。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。通常は B 級グルメのご案内をしているんですが、体重が増えすぎてしまったら3日間ダイエット生活に取り組むというおじさんの体重が乱高下するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけでね、今回ね3日間1日1食ヨーグルトを2本ずつ飲む生活をやっていこうと思います。頑張るにゃ、よろしくお願いします。ということで1日目の朝ごはん、まず1本目が飲むヨーグルトプレーン、カロリーが161キロカロリー。続いて飲むヨーグルトイチゴ、カロリーが151キロカロリー。まあトータル300カロリーちょっとですね。こちらで今日1日頑張ろうと思います。なぜね今回セブンイレブンの飲むヨーグルトをチョイスしたかと言いますと、皆さんご存知かもしれないんですけれども、セブンイレブンのねこのタイプのヨーグルトめちゃくちゃ濃厚でクリーミーで美味しいんですよ。それを皆さんにシェアハピしたく、今回3日間縛りダイエット生活の題材として選ばさせていただきました。お通じにもいい効果があるんじゃないかしらということで、こいつを飲んでいこうと思います。いただきます。うん、美味しい美味しい。セブンイレブンのヨーグルトは濃厚で、こう結構ドロドロしてて、ドロリッチな感じ伝わりますか？ドロリッチな、うん、美味しいです。ということで1本目、続きまして飲むヨーグルトイチゴ、こちらはねイチゴということで酸っぱいんですかね。いただきます。うん、はいはいはい、イチゴの果肉が入ってて、お口の中はこうストロベリーフィルスフォーエバーみたいなストロベリーな味でございます。春っぽいヨーグルトの味がしますね。美味しい。一瞬で飲み終わりました。1日300キロカロリー、なかなかハードルが高いですが、まあ1日なんとかね過ごして乗り越えていこうと思います。ちなみにですね、私以前3日間ヨーグルト生活という動画を作っておりまして、そちらでかなりお通じもバンバン出て体重もかなり下がったので、そちらの動画概要欄に貼っておきますので、もしよろしかったらこの動画を見終わったらねご覧いただければと思います。というわけでまた明日。おはようございます。2日目朝ごはん、本日も生きて腸まで届く乳酸菌、飲むヨーグルトを飲んでいこうと思います。ちなみに昨日はねすげえお腹が空いて、断食生活の時にありがちな好転反応で頭が夜中痛くなるという、そういう症状に見舞われました。お通じはございませんでした。でね、今日はね中日ということで、飲むヨーグルトプレーンの一サイズ大きいこいつを飲んでいこうと思います。早速飲んでいきます。飲むヨーグルトプレーン 270g で241キロカロリー。これがね飲み応え満点で大好きです。いただき。あーうまいね。セブンイレブンでね、まあこのヨーグルトを買い、お菓子スナックを買い、サラダチキンとか買って、フランクフルトとか買って、こう食べので最後にこれを飲むことで全てが平定されると言いますか、これを飲めばなんとかなるよみたいな、そんな飲むヨーグルト。はい、続いて飲むヨーグルトアロエ、134キロカロリーということです。アロエはね腸にベストマッチな食材でございますので、お辻が期待できるんじゃないでしょうか。いただき。うんうん、アロエって感じですね。アロエの果肉が適度に入っており、飲みやすいが、一言言うならちょっとこうアロエの風味が幾分か青臭い気がします。でまあ全然飲めるということで、2日目朝ごはん食べ終わりました。なんとかこの1日乗り越えていこうと思います。まあ今回はね予感としては痩せますよ。あとはねうんちょすが出るか出ないか、そこが鍵だと思いますんで頑張っていこうと思います。ということでまたじゃんと。おはようございます。3日目朝ごはん、昨日2日目、うんちょすさんの方がですバサって出まして、腸を蓋していた便は出たので、あとはもう出すだけみたいな状況になっておりますので、このフィーバーにこのヨーグルトでライドしていこうと思います。飲むヨーグルトブルーベリー 190g 142キロカロリー。いただきます。出す。おお、うん、なんだブルーベリーがそのまま、すごい、かなり主張が強いブルーベリーでございますね。はいはい、もうブルーベリーを10粒ぐらい食べたような気持ちになりました。ブルーベリー好きな方にはおすすめのヨーグルトではないでしょうか。続いて飲むヨーグルト白桃、141キロカロリー。いただきますね。うん、これも果肉がすごい、口の中に広がる桃のね優しい香り、
なんだろう、飲むヨーグルトと思ってはならない果実がめっちゃ入ってるんで、なんだろう、タピオカぐらい飲み応えがあります。はい、3日目朝ごはんごちそうさまでした。お腹は1日目空いて2日目はね慣れてきていい感じで飲むヨーグルト生活を送れてるので、今日ねどうにかウンチョスの方をバサッと出して明日体重測って終了ということで、いやーちょっとね期待大でお待ちください。というわけでまた明日。トゥルル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 トゥ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 、はい、ということでね3日間飲むヨーグルト生活が昨日で終了となりました。本日は4日目の朝となります。早速ですね3日間を振り返っていこうと思います。1日目は出ませんでして、2日目3日目はね私の腸に溜まっておりましたウンチョスたちがバスンとね出まして、今はねもうすっきりな状態でございます。でこの飲むヨーグルトを飲むことによりまして、やはりねこう腸で活発に乳酸菌が働くんでしょうか、お通じも改善していい感じでデトックスができたかなと思っております。あとはね3日間お腹空かなかったのという話になると思うんですけれども、多少その断食をやる時に頭が痛くなったりとかの後天反応というものは1日目とかに出たんですけれども、それ以降はね普通に空腹感にも慣れて3日間難なく過ごすことができました。だから私にとってはこの飲むヨーグルトはすごく合っていたのかなと思っております。体重測ってみました。ご覧ください。体重測ります。 78.9 痩せました。今回体重が 81.9kg から 78.9kg マイナス 3kg 減ということでダイエット成功やりました。もともと私3日間ヨーグルト生活というものをやっておりまして、その時はね結構3キロ4キロぐらい体重が落ちた記憶がありまして、私の体にヨーグルトって多分相性がいいと思うのでお通じの方もバンバン出て3日間とも元気に過ごせたという感じでございます。いろんなトマトジュース生活、野菜生活、生活チキンブロッコリー生活、スイカ生活、3日間断食生活、梅流し生活とかもういろいろね3日間縛り生活やってきたんですけれども、まあその中でも自分にとってはかなり相性がいい生活だったので、今後まあプチ断食というかデトックスしたいという時はねこの飲むヨーグルトで引き続きやってみようかなと思いました。で最後にねおすすめベスト3を発表していこうと思います。3位、タララッパババン、白桃桃でございます。桃はねゴロゴロな桃の果肉が入っており、とても美味しく飲めたので3位に選びました。続いて第2位、あババン、いちご。私そこまでいちごヨーグルトみたいなものが得意ではなかったんですけれども、これはね酸味が効いていて飲むヨーグルトの相性がとても良くてマッチしていたので第2位に選ばさせていただきました。第1位はドルルルババン、飲むヨーグルトプレーンということで、こちらね本当にねまるで生クリームを飲んでるかのような濃厚さとドロリッチな食感がねたまらなくて、1日1回とは言わずですね2日に1回ぐらい飲んでいきたいヨーグルト飲料だなと思いました。まあ、数あるね飲むヨーグルト飲料で今一番美味しいのはこれじゃないかしらと私は個人的に思っております。皆さんもね機会がございましたらセブンイレブンでこちらの飲むヨーグルトプレーン飲んでみてください。そんな感じでございます。こちらのチャンネル食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。久しぶりの70キロ台ということでハッピーでございます。また次の動画でお会いしましょう。またじゃんそバイ。本日もご視聴いただきありがとうございました。年末年始は皆さん何を食べられるご予定でしょうか。私は焼肉を食べようと思っております。